こんにちは。静岡大学情報基盤センターの宇田春菜です。この番組では静岡大学理学部を紹介します。静岡大学理学部は静岡駅からバスで20分の距離にある美しい緑に囲まれた郊外型の学部です。その全体像をドローンを使用して空から紹介いたします。では次に組織と教育研究内容を紹介していきます。理学部には最先端の科学を探求する5つの学科と1つのコースがあります。数学科では数学を専門的に研究し、発想力や思考力を養います。研究者や技術者、教育者など多様な将来像を描くことができます。物理学科では、自然との対話を通して、自然界の基本法則を探求。物理的世界観を身につけ、最先端の科学分野で活躍できる力を養います。いろんな光とか音とか、まあ、その他にもあるんですが、そういうのを子どもたちが見ても、親が見ても面白いような実験を、見せてます。見とくとよくわかるんだけど、なんか青もかすかに反応して、紫が一番よく反応する。でこれはエネルギーの問題。明るさが強い弱いじゃなくて、エネルギーが高いか低いかで反応するかしないか。え、すごい。これが赤外線の効果。化学科では原子から遺伝子、結晶まで様々な物質の構造と性質を追求。実験を重視したカリキュラムで生きた知識を身につけます。生物科学科では幅広い科学の知識に基づいて生命の謎を解き明かします。遺伝子から個体群までを体系的に学んでいきます。光合成生物が光を、使ってエネルギーとして生きてるんですけれども、彼ら実はどんな光でも使って生きてるわけではなくて、その生き物ごとにこう好みの光の色がありまして、それを、ちゃんと認識して彼らは生きてるっていうことを、簡単な実験をして、示しているようになっています。pH で色が変わるんですね。でこれ水道水がちょっとアルカリっぽくなってるので青くなるんですけど、ここに息をブクブクすると、僕らの息は CO2 入ってますよね。はい、そうです。なのでそれが溶けると酸性になって色が黄色になります。地球科学科の研究対象は地球上の様々な地学現象です。生物学、化学、物理学の成果を踏まえ、地球環境が直面する課題を探求します。皆さんこんにちは。静岡大学理学部地球科学科の森下と申します。私は金属鉱床の成因、つまり金属鉱物資源がどのようにして形成されるのかについて研究しています。金属鉱床とは有用な金属、例えば金、銀、銅、鉛、亜鉛などを多く含む鉱石と呼ばれる岩石が採掘可能な大きさの鉱体になったものです。写真の鉱石は北海道の上国鉱山で、卒業研究を行った際に私が採取したものです。ピンク色の鉱物はマンガンの炭酸塩で、崩壊石のカリシウム原子がマンガン原子に置き換わった両マンガン鉱です。マンガンに置き換わるとこのようにピンク色になります。縞状に見える硫化鉱物体には鉛や亜鉛、そして銀が入っています。坑内でキャップランプの先にこの鉱脈が見えると幻想的な美しさがありました。創造理学グローバル人材育成コースでは、入学時に学科を決めずに複数の専門分野を学び、興味と適性に合った学科を選びます。グローバルな視野を広げ、応用に興味を持ちつつ、自然科学の知識と技術を習得します。グローバル人材育成ということで、海外で活躍できる人材を育成していこうということで、
創造理学の専任の教員は私を含めてあと2名いるんですけれども、お二人とも海外から来ておられる先生で、フランスからガイル先生、コロンビアからディーゴ先生で、授業では英語を使って、まあ、サイエンスを学びつつ、まあ、英語の力もつけていこうということで、まあ、今後、まあ、国際社会で生きていくためにはやはり、まあ、コミュニケーションのツールとして英語の力っていうのは非常に重要になってくると思いますので、まあ、創造理学のコースを通じてそういうものを身につけていっていただけたらというふうに思っています。理学部の全体を説明しました。ご興味を持たれた方は学科の内容、教員紹介、学生の声、イベントの内容を紹介する番組を用意していますので、ぜひご覧ください。では静岡大学でまたお会いしましょう。